SCP-19-FR、SCP-19-FR の収容室、SCP-19-FR-2 の取り扱いには注意してください。アイテム番号 SCP-19-FR。脅威レベル代々。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-19-FR はサイト、アレフの標準安全保管庫にある水で満たされた組織的なアクリル樹脂製パイプ内に保管しなければなりません。実体は密閉に耐えられず。瓶の中に閉じ込められていれば壊そうとします。パイプは自由の錯覚を与えるようです。SCP-19-FR は1日に3回、消化された食事用の化合物を摂取しなければならず、食事は可溶性カプセルを介して行われます。SCP-19-FR-2 が発生した場合はできるだけ早く回収して焼却する必要があります。SCP-19-FR は常に、少なくとも1名のセキュリティクリアランスレベル2を持つエージェントによって監視されなければなりません。収容違反が発生した場合、SCP-19-FR が正常に収容されるまで、サイト内の水路、キッチン、バスルーム、トイレを含む、は全て閉鎖されなければなりません。職員が SCP-19-FR 収容室の外で SCP-19-FR-2 を観察した場合、措置を講じるために直ちにクリアランスレベル2を持つ職員に状況を報告しなければなりません。さらに、職員の奇妙または異常な行動は報告されなければなりません。説明 SCP-19-FR は体長 53.6cm を有する5階、狙いリレー、と構造的に類似した実体です。感覚器官が欠けているように見えますが、環境への適応を示しています。また、鋭く欠けることのない3本の破裂と円形の顎が存在します。液体内のみで行動し、パイプでは活発に活動します。SCP-19-FR は宿主の人間、SCP-19-FR-1 と呼称、内部に、蛍光または肛門から、入り込んで制御し、人間は実体と接触した記憶を失います。活性状態に入る前、宿主の血腸内の栄養を吸収しながら4週間とどまります。この時、宿主は死んでいるとみなされます。その後、実体は宿主の内部器官に付随するシナプスへ展開し、徐々に制御するようになります。脳に到達すると、実体はその宿主の完全な制御を獲得する前に、いくつかの物理的な障害、誤った行動、突然の転倒など、が発生させます。SCP-19-FR-1、博士及び D-45678 の事例を考慮すると、SCP-19-FR は肥満者を対象とするようです。SCP-19-FR は、財団の記憶処理装置に使用されている、データ削除済み、を 80% 含んだ粘性のある青いゼリー、SCP-19-FR-2 と呼称、を分泌します。SCP-19-FR-2 と接触すると SCP-19-FR によって制御され、記憶喪失が発生します。3、5、14針の病院に入院していた患者へのラジオアイソトープ検査によって結腸に生息する SCP-19-FR が発見されました。その後、財団職員は病院に侵入し、観察したすべての病院の従業員にクラス A 記憶処理を施しました。被験者、SCP-19-FR-1 に分類、は回収され、死亡したというカバーストーリーがルフされました。閉じる、インタビュー対象 SCP-19-FR-1、インタビュアー、博士。序論サイトに到着した後、被験者を尋問室に運び、体内に生息する寄生虫の性質と潜在的な影響を調べた。博士座ってください。ありがとうございます。まず、なぜあなたは病院に入院したのですか？ SCP-19-FR-1、パニック、ここはどこ？俺は何もしていない。俺は何も、こんなの知らないぞ。博士質問に答えてください。我々は危害を加えません。落ち着いてください。SCP-19-FR-1、少し落ち着く。俺は、検査のためだった。3日前に転落して手首に怪我を、だからしなければならなかった。博士転落した時はどんな状況でしたか？ SCP-19-FR-1 バカバカしい事故で、俺は誤ってバランスを崩したんだ。博士、メモを取る。その事故があなたにどんな影響を与えましたか？ SCP-19-FR-1 よくわからない。妻は数週間で私の体重が増えていると言っていたが、検査の結果を見たとき、すごく腹が立った。君は誰なんだ？あれはなんだ？
博士、立ち上がる、答えられません。しかし、我々はあれを明らかにしようと努力しています。ご協力、ありがとうございました。あなたを収容室に連れて行きます。また何かわかったら、あなたに知らせます。SCP-19-FR、勢い、待て、君はあれを取り除くつもりなのか？俺はいつかに帰れるんだ？博士、またいつか話します。結論、私は寄生虫が脳に影響を与えるとは思いません。つまり、すぐに介入する必要はないでしょう。しばらく監視しておいてください。博士。ホイジアン19-1。今まで問題行動を起こさなかったため、SCP-19-FR-1 は毎日の散歩が許可されていましたが、19年05月14日の18時43分に警備員の武器を奪って胸に3発撃ち込みました。回収された監視カメラの映像は、彼が接触した職員を全員殺して、博士のオフィスに入っていくところを映していました。彼が博士のオフィスに入ると、カメラは彼を見失いました。発砲によって警戒態勢に入っていたエージェントは、SCP-19-FR-1 を必死に捜索している、博士を見つけました。この事案の犠牲者は7名だと記録されています。死後の分析で、被験者の胃腸管に分布していた、データ削除済み、に似た青いゼリーを発見しました。しかし、実体の痕跡が発見されなかったため、ニュートラライズドに分類されました。ホイに、博士へのインタビュー。インタビュー対象、博士、インタビュアーエージェント、カジジュニア。序論、博士に SCP-19-FR-1 の死亡状況について尋ねる。エージェント、カジジュニア、博士、こんにちは。博士繰り返し聞くが、私はなぜここにいるんだ？エージェント、カジジュニア後、19の事案を覚えていないのですか？博士もちろん、私はそんなバカではない。だが、なぜそれの質問なんだ？真実は見た通りだ。あの狂人が私を殺そうとしたから、私は奴を撃った。それだけだ。エージェント、カジジュニアまだいくつか不明な点があります。まず第一に、被験者があなたを攻撃したのですか？博士まあ、それは確かに疑わしいだろう。奴の体から実体が取り出されていなかったが、問題行動を起こしていないことは知っていた。エージェント、カジジュニア被験者の心理記録は穏やかで平和な性格であることを示していました。そして、あなたは彼が財団への協力を鑑みて収容室を離れることを許可したのでしょう。博士だが、それは間違っていた。私が責められるべきなんだ。私はこう考えている。拘留されていたせいで狂気に陥っていたかもしれないと。エージェント、カジジュニアいずれにせよ、次の質問に移りましょう。なぜあなたは撃ったのですか？博士、アゼン、今何て言った？この、編集済み、が私を襲ったんだ。エージェント、カジジュニア、大声、どうやって彼の武器を使って？博士、驚愕、私は、いや、彼は言ったんだ、私は知っている、私が、理想的な犠牲者。原文ママ、のようで、私はただ、私は錯乱して、引き出しから私の拳銃を取り出して撃った。警備員はその直後に来た？エージェント、カジジュニア、直後、博士、発砲と我々の介入までの間には3分が経過していましたよ。博士、明らかに動揺している？もう質問がないなら、私はオフィスに戻るぞ。エージェント、カジジュニアまあ、今日はこれで終わりにしましょうか。博士が立ち上がる。エージェント、カジジュニア最後に一つだけ、体重が少し増えませんでしたか？口論のため、以下の会話は削除された。結論すべてが解決するまでこの男は拘束されるべきです。エージェント、カジジュニア。私は彼が嘘をついているとは思いませんが、記憶の問題と錯乱した行動により、彼は未だあの事案の影響を受けていると思います。そのため、私は3週間の休暇を提案します。サイト、アレフ管理官。ホイ3事案19、2。23、6、1413、15、博士は SCP の調査を行うために D5678、肥満型の白人男性の使用許可を要請しました。その要請が許可され、武装警備員が護衛を行った。荒れ果てた廊下に着くと、博士は逃げようとしていた D5678 に向かう前に職員を排除しました。
カメラは博士の口から SCP-19-FR が這い出して D-5678 の体内に侵入し、直腸を介して完全に入り込んだことを示しています。その後、博士が D-5678 に対して発砲したところをエージェント、カジジュニアが目撃しました。SCP-19-FR の収容に成功し、エージェント、カジジュニアには報酬が与えられました。